はい、続いてアゼルバイジャン帰国報告のコーナーです。ゲストをお招きさせていただきました。スペシャルゲストです。サトリこと金山芳生さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。はい、まずはアゼルバイジャンお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、一緒に行ってきたんですよ。はい、で、まあ、あとさらにもうね、はい、40人近くいましたかね。そうですね、メンバーね、大勢でなんか交流会とかも100人ぐらい集まって、100人来ました ね、 の方とね、うん、大体日本人がまあ40人ぐらい、はい、アゼルバイジャン人60人ぐらいで、はい、トータル100人近くのメンバーがね、うん、もうみんなで集まって交流会とか意見交換会やって盛り上がってましたね。そうで、あれ国営ニュース通信の、ね、ニュースにもなりましたね。テレビ放送にもね、うん、まあ、ものすごいインパクトでしたよ、ね、すごい熱気がすごかったですね。熱気がすごかった。僕ら、まあ、内輪の方の熱気と、あと向こうのこう熱烈な歓迎ムードですね。ねえ、ですよね。で、実際金山さんは、はい、アゼルバイジャンは2回目だったんですけど、そうですね、やっぱり1回目行った時と比べて感じ方とか、うん、捉え方やっぱり変わったんじゃないですか、2回目ってなると。あ、そうですね、やっぱり僕、まあ、中の、あの一緒にいてたメンバーの中でも、うん、なんかこう先輩みたいな感じというか、なんか、うん、一度行ったことのあるところをこうみんな連れていくっていう感じだったので、なんか妙に誇らしげな感じ。やっぱりね、初めて行く人とはやっぱりだいぶ情報量も違うと思うんで。そうですね、うん、あとはなんか1回目で見れなかった部分とかもいろいろ観察できたし、よりなんかこう自分の中でもすごく親近感が深まったし、うん、なんかより可能性を感じたっていうのはありますね。うん、2回目行ってみて、まあ、今回特に印象に残ったのってどういった場面ですか？うん、まあ、やっぱりあの一番印象に残ったことといえば、あちらのテレビに出させてもらったこと。あ、しかも国営テレビですよね。着物着てらっしゃいますよね。着物着ていったんですね。うん、はい、でこれがですよ、あの、うん、国営テレビの朝の生放送ですね、はいはい、日本でいうところの、まあ、NHK みたいな。すごいですね、うん、なかなかこんなところに日本人が出るってないんじゃないですか。着物着た日本人が出るのってなかなか、ね、そうですね。でこの時がね、はい、あの右下の写真があのテレビ局のプロデューサーとかディレクターとかも一緒に混ざってね、はい、なんかちょっと写真撮らせてくださいとか言われて、もうなんかスターですね。うん、ちょうどこの前日に、あの僕、まあ、プライベートなことなんですけど、あの結婚してこう新婚旅行みたいな感覚で行ったので、サプライズをしてもらって、うん、でそのこともテレビでちょっと報告させてもらって、なんかそれがすごくやっぱり自分にとって思い出深いですね。海外でサプライズのウェディングパーティーを、どなたが企画？それはもちろんですよね、石田さんですよね。いや、見てましたよ、フェイスブックで。いや、なんかもうもらい泣きしちゃいましたよ。いや、なんか人のね、結婚式出るとやっぱもう泣いちゃうんですけど、感動して。でも今回の場合、まあ、僕の大好きなアゼルバイジャンでね、うん、はい、で、まあ、新郎新婦2人ともよく知ってるんで、いや、なんかもう感動して泣いちゃいましたね。そうですね、うん、今も石田さんも目がしてるから思い出し泣きを。そうですね、うん、出るぐらいの、うん、で、まあ、その上で、まあ、せっかくだからどうせたら和服で出ようとね。そう、そうです、うん、で今回着物を持ってきていただいて、で、まあ、アゼルバイジャン人も結構着物とかすごい興味ある方多いじゃないですか。そう、そうですね、なんかそういうような彼らのものすごいなんか知りたいとか着たいとか、そういうような空気感もすごい感じたんじゃないですか。そうですね、やっぱりなんか僕も結構着慣れてるので、なんか当たり前にこう着てるんですけど、うん、なんかテレビの時も、うん、あの最初にこう立ってくれって言われてね、はい、テレビ局でこうやって立ち上がって、うん、でそれでなんか着物の説明をして、そうそう、うん、そうなんですか。そうで僕もね、あの、はい、初めて知ったんですけど、うん、その着物ってどういう時に着るんですかって言われて、うん、どういう時に着るんですかっていうその選択肢もなんか実はたくさんあって、 そう、うん、その正式な場とかラフな場とか、あとまあ友達とのパーティーとか、はい、まあ、いろんなねその場面に応じてこういう色を使い分けて、こういう柄を使い分けてみたいな説明をされて、うん、そんなに細かくあるんですね。うん、いや、隣で聞いてる僕の方が勉強になっちゃいましたよ。そうですね、うん、あ、和服って着物ってそういう着方をするんだって。いや、普段から着ていらっしゃるんですね、サトリさんは。あ、でもちょこちょこ普段着に使ってるってことじゃないですけども、うん、今ね、その着物がやっぱり全世界的に見直されてるし、はい、特にアゼルバイジャンではね、そうですね、その、うん、着物にすごい関心がある子が多いよね、うん、あれだけ離れた国だけども、やっぱり日本ってすごく特別に感じられてるんですよね、東洋の方とかでも、うん、
だからやっぱりこう日本だから興味があるっていう感じのこう熱気みたいなものを感じますね。そうですね、なんかもう特別なんですよ、日本人がやっぱ行くっていうだけで、うん、そもそもね。そうですよね、うん、しかも今回40名以上だとしたら大所帯だから目立ちますよね。目立つ目立つどこに行ってもなんか ね一緒に写真撮ってくれの ね嵐だったし、もう本当にあちこちでなんか日本人人気だなっていうのを、ね、感じましたよね。名物集団になってましたね。名物集団、でその、まあ、国営テレビに出て、はい、まあ、着物とかちょっと紹介させていただいて、はい、でそしてその次にこの国営テレビのね、そうそうそう、あのファイグ副会 長, 会長、はい、国営テレビの副会長で、また何かあのアカデミアみたいなところの会長に、そうですね、テレビラジオアカデミー、うん、国営アカデミーですね、はい、そのアナウンサーとか技術者を養成するそのメディアの要は学校ですよ、うん、はい、それなんか作ったばっかりって言ってましたね。そうそうです、ね、うん、でそこの学長にもなんか就任されて、はい、ちょっとじゃあせっかくだから昇進祝いってことで焼酎と水素水を、ね、そうそうそう、プレゼントしようって持ってったんですよ、うん、これ、うん、ファイグさんのことはあの石田さんから結構聞いてたんですけど、会うのは実際に初めて でせっかくなのであの僕自身も飲んでるんですけども、日本であるこう美味しい水、それ水とか、うん、体にいい水とか、はい、あのそれでできた焼酎とかをこう、うん、プレゼントとして持って行って、うん、でちょっとその場でなんかこう石田さんを交えてこうあの広げてるのがすごく大きな、うん、これは 何を百科事典みたいな、百科事典、アゼルバイジャンのアゼルバイジャンのこう国のいろんな情報が入ってるような百科事典を広げて、はい、でなんかもうこう環境産観光産業とか、うんうん、そういう国家戦略レベルのことを石田さんに相談して、そうそうそうでね、あれいただいたんですねプレゼントするからってあのでっかい百科事典を、百科事典、そう、はい、であれ、まあ、すごい重くて、はい、僕のスーツケースの中入んなくてでかくてでサトリのスーツケースにちょっと入れてもらって帰り運んできたんですけど、はい、あれ僕帰ってからね調べたんですよインターネットで、はいはい、ナショナルアトラス監修のアゼルバイジャン百科大辞典みたいな、うん、あれ800ドルするのね10万円近い約10万円わとっても高価な百科事典、うん、そうで、うん、まあそういうのを見ながらいろいろ話してる中で、はい、その水素水と焼酎がね、そうそうそう、いろいろとこって話をしたらそこでミラクルが、そうそうそう、だからその何のミラクルが、水素水を持って行って焼酎を持って行った時に、うん、あのまあもちろんプレゼントとしても持って行ったんですけども、はい、そういう商品とかを何かこうアゼルバイジャンとかでこう売ることができないかっていうことも考えてたので、そのことを伝えたら、はい、あのファイブ副会長がなんか友達にすごくそういうことに興味がある人がいるので、うん、っていうので その場で電話をかけてアポを入れてくれて、はい、で翌々日ぐらいですかね、ホテルのロビーでなんかそういうビジネスのミーティングっていう形になったんです。そう、だから滞在中にね、うん、どうしても会いたいって言われて、そうそう、はい、うん、これが本当にアゼルバイジャンっていう国のなんかすごく可能性だと思うんですよね、うん、すごく日本のものが求められてて、でただそれが出回ってないので、うん、何かこうこうやって石田さんみたいな人にこうついていって、はい、こういう人たちに会わせてもらって、うん、自分たちのこうプレゼンというか何かこう持ってるものとかをこうプレゼンするとなんかすぐにトントン拍子に話が進んでいくっていうことで、はい、なんかもうすごいびっくりしました ね、うん、ねでしかもその、ね、あの方だってなんか7000社束ねてる、うん、7000店舗かそうそうロシアとアゼルバイジャン で、うん、で多分ねすごい相当お忙しい方なんだろうけど、はい、で僕らに会うためにもう一番に時間取ってもらって、うん、で打ち合わせに来たと思ったら、はい、バーチの500万円ぐらいする携帯電話持ってね、携帯電話が500万円するぐらいのあるんですよ、それバーチっていうブランドが、はい、日本でなんか店舗があった昔2009年にね銀座に出てましたよね、うん、そうですよね、うん、一度お話聞きました、うんうんうん、ちょうどその会う前日ぐらいになんかバスの中でこうそのバーチの店舗通る前になんか石田さんが説明してて、ああタイムリーだね、あれバーチの携帯だみたいな、そうまさか持ってる人にいきなりそのアウトはね、うん、みたいな、ね、うん、なかなかないですね500万の携帯とかね、うんうん、日本人で持ってる方も見かけたことないですね、まあ、ドバイとか行くとね持ってる人いっぱいいるんですけど、うん、そうですよね、うん、そういうレベルでビジネスやってる人と何かこうミーティングしたりとかするっていうのは本当にすごくいい機会でしたね、うん、その決断のスピードだったりとかその、うんうん、なんかいろいろとこう言葉以上のなんかこう情報がすごく入ってきたっていう感じがしますね、うんうんうん、まあ、いろんなものに興味持ってましたよね本当にその水素水以外に、うん、
そうですね、うん、やっぱりすごく新日だけどもその日本のものが全然手に入らないっていう状況で、うん、ギャップがあるっていうのが大きいんでしょうね、うん、そうですね、うん、はい、いろんななんかこう日本の商品とかがないだけに、うん、そういったことを話されると向こうはもう興味津々で聞きたいんですよね、うんうん、きっとね、知りたいんですよ、うん、もう知りたくて使いたくて買いたくて、うん、ってことは旅行に行きながら自分の好きな人がいるのに、うん、もうなんか好きな人は遠くにいてなかなかその会えない、うん、会えない時間が愛育てるのさって郷ひろみもね言ったじゃないですか。でもね膨らんで膨らんで、うん、はい、そんな感じだよね。そんな感じですね、うん、で会ってしまったらすぐにこう結ばれるみたいな感じになっちゃうぐらいビジネスがトントンと進むと。そうだからね、アゼルバイジャンは日本人行くべきなんですよ、どんどんね。僕もたった2回目に渡航しただけでこんな感じでいろいろ話がつながってるぐらいなので、うん、本当にすごいチャンスにあふれた国だと思いますね。うん、あと今回見て回った中でどの辺がその印象残ってます？やっぱりその首都バクーの周りとか、うん、今回初めて北海岸行きましたよね。あ、ジュメラ、ベリガビーチの、そういうリゾートホテルとかもすごくなんかこうレベルの高いものができてるなと。カスピ海で泳いでましたよね、なんか僕は水着持ってくの忘れて普通にちょっと入っただけだったんですけど、うん、一緒に行ったメンバーがみんな泳いでましたね、うん、ちょっと羨ましかったですね。ねえ、僕もね、部屋からこうやってバルコニーでこうやって窓を開けてみんなが泳いで見たんですけど、うん、羨ましいなあれ吉田さんも入らなかった？僕も水着持ってなかったんですよ。そうなんですか。カスピ海とか、うん、北の方なので寒いイメージがあったんですけど、うん、全然9月 の終わりの方だったんですけど、日本よりも暖かかったですね。で意外とね、綺麗なんですよね、うん、海がカスピ海。そうなんですか。カスピ海とか多分ちょっと調べると、うん、その爆油田とかなんかガスとか石油のね、うん、なんか石油汚染されてる油っぽい海なんじゃないかって思うかもしれないけど、しますします。いやでも北海岸行くとすっごい綺麗ですね、うん、全然綺麗で魚もたくさんいたし、いた、いっぱいいた魚、うん、それは全然想像ができなかった。やっぱり石油とかそっちの方のイメージが強いん で、うん、でその北海岸のはね、うん、リゾート地だから、そのドバイ政府が、はい、その3年ぐらい前にホテルを作ったんですよ、はいはい、ジュメイラグループっていうところが、はい、そこがまあバクーでもかなりいい高級ホテルで、リゾートホテルで、そこにね泊まったんですよね。なんか世界一の長さのシャンデリアとかが、そう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 、ギネスブック載ってるんですよね、あれ。ブック、うん、すっごい、もうなんか上が全く見えないシャンデリア、写真みんな撮って、長いですよ長かった、うん、びっくりしましたもん、うんうん、日本でこんなの見ないなみたいな、うん、あれご用意いただいてる写真ってまだあったっけ？もう一枚、これが、これがファイグさんのお友達との、はい、そう、あの真ん中の青いポロシャツがファイグさん、ファイグさん、うん、はい。そしてこれはこれもみんなこうせっかくなのでこう着物でおもてなしってことで着物を着て、着物を着て、仲間、うん、里井さんのそうですね、ご友人たちというか、うん、で右から3番目の人がその先ほどお話した噂のバーチの500万円の携帯の、はい、この方ですね、7000店舗のその小売店を束ねてるという方ですね、はい、うんうん、結構大手の商社の会長みたいです。これはね、本当日本人はアゼルバイジャンに行くといろんなミラクルがね、うん、起きるっていうことを多分悟りさんも感じていただけたと思うんですけど、これを最後見てる方になんかアゼルバイジャンってこんなとこだよみたいなメッセージを一言と二言で、うん、やっぱりすごく夢の詰まったところだと思いますね。日本にいてるとやっぱり悲観的なニュースとかが多いけども、うん、ちょっと場所を変えるだけでこんなにすごくみんながキラキラ輝いてるような国があるのかっていうところが、うん、実際に本当に見てみないとわからないと思うので、うん、これからもまたこうチャンスがあると思うので、ぜひその時はなんとかね、都合をつけて一度自分の目で見てみるっていうのがいいと思いますね。そうですね。で、できればやっぱり一度だけではなく、やっぱり行った回数だけ太くなれると思うんですよ、うん、そうですね、関係が。今回悟さんがそのいい例だと思うし、うん、はい、前回はただ行ってみてきただけだったと思うんですね。そうですね。でも今回やっぱりいろんなミラクルが起きたし、いろんな人脈とかとねつながったし、もう国営テレビ生放送なんかもすごいですよね。アゼルバイジャン人みんな見てますから。そうですよね、うん、なんか着物着てた人みたいな感じで誰みたいなね、うんうん、今回行った人もみんなもうまた来たいって言ってました。うん、なんかそういう魅力のある国だと思いますね。そうね、また3月あたりにね、なんかまあ行きたい方と一緒に行こうかって話もしてるんで、そうですね、ちょっとそのご案内をまたしていきたいと思いますね。ですね、はい。
ということで、アゼルバイジャン帰国報告、スペシャルゲストに、サトリこと金山由伸さんにお越しいただきました。金山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。